そのメニューのやつ一つください。はい、こちらでネイル完成しました。もしよかったらお写真撮らせていただいてもよろしいでしょうか？はい、お手手をこうパーを添えてこういう感じでしてもらってもいいですか？こうですか？もしよければこうやって撮らせていただくことは可能ですか？ひなチャンネル。はい、ひなチャンネルへようこそ。どうも、加藤ひなたです。はい、見てもらいましたか？これ指太いので悩んでる人は多分共感してもらったんじゃないかなって思うんですけど、この指の腹がね見られるのが嫌プラスネイルでさお店の人がさ写真をさ撮るじゃん。自分用は絶対こうではなくこうで撮ってもらう。なので今でもずっとやってるその指を細くする方法を紹介します。で前は本当に肉に埋もれてて、ここも肉に埋もれてマジでもうほんとここまで全部ソーセージみたいなね感じだったんですよ。私その時ではだいぶマシになったんですよ。だからみんなもぜひこのねマッサージ法をやってみてください。ということで指マッサージ法やってみよう。ひなチャンネル。はい、じゃあ早速やっていきます。まずねこうパンにしてグッと絡めます。でこう伸ばしたままこう感じでグッと押してにぎにぎするというかこうリンパを流していきます。これは適当に5秒ぐらいやります。で次に指のねここの根元あるじゃないですか。ここねこれを根元全部一本一本ギュッと押していきます。3秒ぐらいこの関節の根元を押します。3、OK。さあ次ね横です。さっきは前だったけど次は横ね、横の部分グッと押します。リンパが詰まる部分なのでグーンと流していきます。で次に指のここのねこれを使って指のスッとこの一直線上に伸ばしていきます。これを3往復ぐらい私はします。今度はねこの指くるくるこうやって指先までリンパを流すんだけどこれを一本一本やっていきます。こういう感じで最後に親指と人差し指のここを使ってグッとここを挟んでグッと押してあげます。ここのツボをこれめっちゃ気持ちいいんだけどグッと押してあげると完成です。ひなたけこんな感じでおしまいです。指のマッサージはそうすることによって指のねむくみがバーッとなくなってソーセージがなくなるのでおすすめです。そうするとねご飯食べて喋るときとかさ、私コンプレックスでこうじゃなくてこうやって口を押さえてたんですけどこっちのが女の子らしいんですよ。なのでこうやってねご飯を食べられたりとか、指をね自信持って見せられるようにできるのでみんなもぜひやってみてください。おまけ。今日は髪のケアについて、キューティクルってなんか下の方にこうなってるんだって。ドライヤーはてっぺんから下に向かってこうやってキューティクルを形状記憶させて、冷たいドライヤーでも形状記憶させて、トリートメントちょちょっと毛先でこうやって折ります。以上ということで、なんか聞きたい方もっと書いてね。ではでは、おつひなバイバーイ。